後で司会を務めると報じられた。滝川は2013年3月にフジテレビの情報番組ミスターサンデーを降板してから4年半ぶりの民放テレビ局での司会復帰です。4年前に名前を間違えないでくださいと愚痴を言っていた宮根誠司へのリベンジだという意見もあります。4年前にクリス・テルなのにクリス・タルーと呼び捨てにしていたことを短所とする宮根との遺恨はいつか MC として宮根を追い越してやろうという滝川の野望に変わっていったというのだ。滝川が宮根とたもとを分かったのは名前を間違えたことに関連してではなく、滝川のキャラが高いために番組制作側から遠慮がちに卒業してほしいと言われていたからです。しかしながらこれを止めなかった宮根に対しても滝川は不満があります。時を経て滝川の価値は東京五輪が近づくほど上がっていきます。滝川は東京オリンピック・パラリンピック招致の際にプレゼンテーションでおもてなしという後の流行語で招致に成功した功労者であり、2020年にキャスターで起用すれば語学が堪能なため外国人選手に対して直接取材もできます。おそらく東京五輪ではどのキャスターよりも優れていて万能なため大活躍が期待できます。 TBS は3年後の東京五輪で滝川起用を見越す。東京五輪はテレビ業界が視聴率を稼ぎスポンサーをかき集めることができるゴールデンコンテンツだ。滝川は東京五輪の招致活動で知り合った IOC の重鎮の関係者にも顔が利くとされています。あの時のロビー活動が今後に生きてくるのです。滝川は五輪の中継をするにあたってテレビ局が持って痛い重要な人物なのです。滝川は現在は動物愛護の財団の活動に忙しく久しくメディアには出ていない。10月の誕生日で40歳を迎える滝川はかつての深夜ニュースのキャスターの時のように斜め45度の澄ました顔で茶の間の男性陣を釘付けにし再び視聴率を稼ぐことができるのか。滝川は中高年に圧倒的人気があります。ニュースジャパンでもわざわざ美脚をカメラで下から上まで撮影していたほどで、あの妖艶な笑顔で視聴率が期待する声が多いです。ひとまず滝川を抑えた TBS の目論見は成功しているようで、局側のおもてなしは合格点だと言えよう。滝川クリステル1977年10月1日はフリーアナウンサー、動物愛護生物保全活動家、本名は滝川ラルデクリステル正美、愛称は滝クリ、クリステル、クリちゃん。身長160センチメートル、血液型 AB 型、フランスパリに生まれた。父親はフランス人、母親は日本人。3歳の時に家族で来日し、母親の出身地である兵庫県神戸市へ移住。小学校6年生の時、父親の転勤で再びと仏約1年間滞在し日本へ来る。世田谷区立絹田中学校、東京都立青山高等学校、青山学院大学文学部フランス文学科を卒業する。学位は学士文学。2000年フジテレビを受験し最終選考まで残るが不合格となる。フジテレビアナウンサーの梅津八重子はフランス文学科の同級生。フジテレビ子会社の共同テレビに所属。当初は記者のような形で活動。新人アナウンサー時代は和名の滝川正美で活動していたが、容姿に対する問い合わせもあったことなどから会社の方針でハーフを強調した名前に変えた。入社後3年間はフジテレビアナウンス室に研修出向し、プロ野球ニュース、少年タイヤ、FNN スーパーニュース、フィールドキャスターなど同系列の番組に数多く出演した。その後共同テレビに戻ったが、戻った後もフジテレビと専属契約を結んでいた。2002年10月からはニュースジャパンのキャスターを担当。2007年4月から報道番組新報道プレミアへを安藤優子とともに担当。2人はニュースジャパンの元キャスターと現役キャスターという共通点があった。2008年10月30日にフジテレビ、共同テレビ、セントフォースが共同設立したアナウンサープロダクションのフォニックスと所属契約を結ぶ実質的な移籍。2009年9月25日を行って7年間キャスターを務めたニュースジャパンを降板。毎日 .jp によるとフジテレビは秋の番組改編による交代であると報じている。また本人は明日の自分と出会うために
新しい一歩を踏み出すことを決意しましたというコメントを同紙に寄せた。2009年9月30日には、共同テレビ在籍時代から結んでいたフジテレビとの専属契約を契約期間満了により解除した。これに伴い、企業 CM への出演を解禁し、フジテレビを基本としつつも、NHK やワウワウなど他局への出演も始めている。2010年4月から3年間、ミスターサンデーに出演、2013年3月まで。2008年に、日仏交流150年フランス広報大使を狩矢崎省吾と共に務めた。2009年2月、環境省地球生き物応援団、一般社団法人日本動物虐待防止協会の名誉会員、2011年4月、世界自然保護基金ジャパン顧問、2012年6月、世界の医療団親善大使などを務めている。2013年1月、フランスの芸術文化勲章シュバリエを受賞する。2013年、ブエノスアイレスで開かれた IOC の夏季東京五輪誘致にて、フランス語と英語でプレゼンするという重責を担い、日本のおもてなしの心を印象的にアピール。東京への招致に一役買い、この言葉が2013年の新語・流行語大賞の年間大賞を受賞した。2014年、ニュースジャパンのキャスターを2003年まで共に担当した阿部裕之と、インターネットメディアジャパン・インデプスの動画配信番組にて10年ぶりの共演を果たした。2014年5月29日に動物保護・生物多様性保全を目的に一般財団法人クリステルビアンサンブルを設立。代表理事に就任。